あのー、1ドルの借用書にしましょうか。いや、ブラックジャックいいっすね。ブラックジャックめちゃくちゃいいっすね。俺はボランティアに来たんじゃない,いな、ね、先生、助けてください俺はボランティアで来たんじゃないと先生なんとかなりませんか ボランティアにして聞いたんじゃないみたいな。<laughs> 1ドルか、1ドルの、1ドルねえやつは1ドルの借用書をよこせ、みたいなね。あのシーンす、いいっすね。で、最後、そのい、先生、これなん、何ですかこのゴミみたいな。紙切れ、みたいな。捨てますよ、ってさ。捨てないでくれ、みたいな。それは俺の大事なものだ、みたいな。まあ、なぜブラック・ジャックが、 なんかそのブラック・ジャック、その時のやつなんですけど、なんか国際免許をなななんんかだろうなブラック・ジャックにあげようみたいな。だけどブラック・ジャックが来なくて、結局、免許もらえるのに免許もらわなかったみたいな。多分ね、もう僕ね、ブラック・ジャックはあの患者の意思を知りたいんですよね。じゃあ、患者の意思っていうのは、 そのなんだ本当に助かりたいみたいなね。っていうその意思をお金っていうものをただちょっと使ってるだけで別にそれがや安くてもねうーんなんだろうな何だろうな例えばその子供とかも受けるんだけども子供なんかなんだっけ、ね、その植物のやつも見たんですけどなんか植物が生えてくるみたいな。 で、その子供に言ったのが、子供がブラック・ジャックを訪ねてくるわけですよね。弟が大変なんです、みたいな。なんか、すごい、なんか、葉っぱが生えてくるんです、みたいな。で、お金は、なんだあの、祖母が亡くなったら、その遺産がすげえ入るから、それで払います、みたいな。で、ブラック・ジャックが言うわけですよね。あの、親父の遺産なんか、あ、その、いらないと。おじいちゃんの遺産なんかいらないと。お前らが働いて、 あのその働いた金で返せみたいなだからブラック・ジャックはね多分ね医師なんでしょうね生きたいとその高いお金を払ってまで,でもあの生きたいと本んに思うのかとだから多分ブラック・ジャックも多分命張ってというかもうなんだろうな自分の注げるものを全部勢力注ぐからお前も注げよと お前の俺もお前を全力で救うからだからお前も全力で命をなんだ助けてもらいたいその意思を伝えろみたいなねうんなんか結構ねやっぱいいっすねブラックジャックやっぱすごいっすねあれ手塚さんすごいっすねあれを描けるっていうのはすごいなちょっと火の鳥も一個だけあったんですよ火の鳥もいいっすよね いやブラック・ジャックや、ちょっとね、やばいっすね。うん、ちょっと学びが半端ないですね、あれは。手塚治虫すげえな。やっぱ、あと、あとなんか、やっぱ、興味深いのが、その、お金が絡んでるのがいいっすね。<laughs> やっぱ <laughs>、お金が絡んでるのが、やっぱいいっすね。うん、まあ僕はお金のコンテンツ扱ってるんで、だからそれもやっぱ、あの、なんか、ビビっときましたね。うん。 食い量にもうブワー見てるんですけど今、今。はい、まあ。ということで、えっとえっとえっと、僕5億ですね。僕はお金は5億ですね。僕も、あの、与沢さんの動画とか見たりするんですけど、与沢さんがなんか、なんだ、あの、買い物しましたみたいなね、400万ですと。子供、なんだ、なんかね、なんかそんな、なんかタイトル見たんですけど、あの、与沢さんの思考は勉強するけど、 与沢さんのライフスタイルは僕のライフスタイルではないので自分のライフスタイルはこれだと、うん、ただね自分でたまに思うんですよね本当にそれはいいそれでいいのかとなんか人生一度しかないからまあそういうでかいところをね住んでみるまあそういう生活をしてみるっていうのもこれはいいんじゃないか自分で自分をこのなんかそのなんだろうな その限界をね限界というかなんかその自分はこうだっていうのを決めつけてそこに本当は行きたいんだけど憧れはあるし本当は行きたいんだけどどうなんだみたいなね結構これね自問自答があるんですけどうーんまあでもその自問自答した時にまあ今幸せだからええかなみたいな。 今、不幸せだったらね、あれですけど、別にまあ幸せなんで、まあ、自由にやってるし、うんまあ、逆に言うと、ありがとうなんですよね、一言で言うと。今の生活にありがとうなんで、うん、別にその、与沢さんみたいな成果、もっとお金稼いでね、資産何億みたいな、まあ、目指してもいいと思うんですよ、一緒に一度やから。で、あれぐらいの資産があれば、他の人が得られない価値、得られない体験とかできるじゃないですか。 目指してもいいんだけど、まあ、今の,あのなんかライフスタイルにありがとうって僕は言えるので、まあ、これが多分極地かな究極かなっていう今の生活にありがとうって言えるかっていう今のうーん本当そうですねありがとうって言えるかっていうのが結構極地僕は言えるのでだから別に目指さなくてもいいのかなっていう <laughs> うん まあ、ありがとうって何かっていうと、今の生活に感謝できる。うん。今の生活に満足している。幸せを感じれる。うーん。だから、まあ、与沢さんクラス稼げばもっと違う幸せがあるのかもしれないですけどね。でも、キリがないですからね。キリがないので。<laughs> いつまで経ってもキリがないですから。やっぱ、アッパーっていうのは決めた方が僕はいいと思ってますから。まあ、僕は5億ですかね。 5億は稼ぐって決めてるんで。はい、ということでブラックジャックによろしく。